吉田さん、政治系チャンネルとか切り抜きって結構あるんですけども収益化になってないのも多いみたいなんですよであのご相談をねいただくことが増えてきまして私も政治系チャンネルやってるんですけども収益化の審査に全然通らないんですってことでねチャンネル見させていただくとやっぱりね切り抜いた動画をいっぱい出してるんですよでなんかいろいろとね工夫がされてるみたいなんですけどもね私が見るところ オリジナリティがないとかその作者の気持ちが入っていないってところもあるのかもしれないですよねそれから1本あたりの動画の再生数は数万回とかね十数万回ってあって文句なしでチャンネル登録者数も5000人前後とかっていうのが結構多いんですけどもおそらくですね投稿本数もかかかっててくるるんんじゃないかなっていいう,うに考えてるんですよそれこそ高い再生数の動画を20本30本で止まってるとかね 一週間に一本とか二本の動画更新では多分ね、収益化にならなくなってきたんじゃないかなというふうに考えるんですけどね。まあ、どうなんでしょうね。うん。いっっい。